レイトプロジェクトの滝沢健一です。今回は足首を使ったね、基本的な曲がり方、これをお伝えさせていただきたいと思います。この曲がり方はスピードがない状態でも簡単に、ね、曲がることができる方法となります。初心者の方はこの、ね、足首を使って曲がるという方法、まずは最初に、ね、練習することをお勧めします。このチャンネルではスノーボードのレッスンプロの私がスノーボードのお二人におすすめのロンスケの魅力を、ね、お伝えさせていただいております。この夏はロンスケにチャレンジしてみたい、ロンスケを楽しみたいと思っている方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは具体的な技術をお伝えする前に、ロンスケスケートボードが曲がっていく、ね、原理を先にお伝えしていきたいと思います。スケートボードは板を傾けることでターンをすることができます。板のつま先側、かかと側、どちらかに体重を、ね、移動することで板が傾き、ターンが始まります。ターンにはいろいろな方法があります。実際にはいろいろな方法を複雑に組み合わせながら状況に応じてスムーズなターンをしています。基本的な動きを、ね、バラバラにして理解することで複雑な動きも理解できるようになっていきます。そんな中でも今回は一番最初に、ね、覚えてほしいこの、ね、足首の使い方についてお伝えさせていただきます。それでは足首を使って曲がる3つの方法をお伝えさせていただきます。1つ目は前足の足首を使って曲がる、2つ目は後ろ足の足首を使って曲がる、そして3つ目は両足の足首を使って曲がる、これとなります。それではまずは前足の足首を使って曲がる方法からね、お伝えしていきたいと思います。かかと側に曲がりたいときは前足のつま先を上げてかかとを踏みます。つま先側に曲がりたいときはかかとを上げてつま先を踏みます。それでね、ポイントを3つお伝えさせていただきます。まず1つ目は重心の位置です。前足寄りにしましょう。そうした方が前足でね、しっかりと板をね、踏みやすくなります。そして2つ目は後ろ足の使い方です。後ろ足はつま先側、かかと側、バランスよくね、踏んでいくようにしましょう。その方が板が傾きすぎずにバランスが取りやすくなっていきます。そして3つ目は曲がり始めたら目線を進行方向、ターンの方向にね、向けるようにしていきましょう。その方が上体の姿勢をキープしやすくてバランスを取りやすくなっていきます。この動画では動きをね、分かりやすく説明するためにわざとね、大げさに足首の動きをしています。実際はここまでね、足首の動きを大きく使わなくても曲がっていきます。最初の頃はバランスが取りづらいと思いますので、足首を大きく動かすというよりもつま先を踏んでいく、かかとを踏んでいくっていうような、ね、感覚で練習すると良いかと思います。続きまして後ろ足のね、足首を使って曲がる方法をお伝えさせていただきます。かかと側に曲がりたいときはつま先を上げてかかとを踏みます。つま先側に曲がりたいときはかかとを上げてつま先を踏みます。それではポイントを3つお伝えさせていただきます。まずは重心の位置です。はい、後ろ足で今度はコントロールしていくので、重心を少しね、後ろ足寄りにしていきましょう。その方がね、板を踏みやすくなっていきます。ポイントの2つ目は前足の使い方です。つま先、かかとね、これ均等にね、踏んでいくようにしましょう。そうすることで板が傾きすぎずにね、安定感のあるターンになっていきます。そして3つ目は姿勢です。軽く膝を曲げてバランスの取りやすい姿勢になってください。これね、前足を使ってね、ターンをするときも同じです。ターンの弧の大きさの調整は踏み込む足の荷重の力の強さによってね、調整できます。強く踏み込むことによってターン弧は小さくなります。軽く荷重を乗せるだけであれば緩いターンになっていきます。この力加減をね、感覚的にコントロールできるようにぜひ皆さんですね、回数をこなして練習してみてください。次は両足を使って曲がる方法をお伝えさせていただきます。かかと側に曲がりたい場合は両足のつま先を上げてかかとを踏む。つま先側に曲がりたい場合は両足のかかとを上げてつま先を踏む。それではポイントを3つお伝えさせていただきます。まず1つ目は重心です。今度は前足、後ろ足の中心の位置に重心をね、キープするようにしておいてください。そして2つ目は極端に足首の動きを大きく動かさないということです。両足で踏みに行くときは先ほどと違って板を押さえている足がなくなってしまいますので、ちょっとでも重心が移動しただけで板が一気に傾いてしまいます。ですから繊細なね、足首の動きをね、ぜひですね、覚えてください。この動画でもね、正直かかとを踏むときにちょっとね、フラフラしています。そして最後のポイントはターンをここでやめようと思ったときは足首を戻すようにするとまっすぐ進みます。これは連続ターンを行うときに必要になってきますので練習しておいてください。それでは練習方法をお伝えさせていただきます。まずは滑り出す前に芝の上で体の動きや板の動きを確認しましょう。特にチェックしてもらいたいのは片足ずつ動かす場合と両足で動かす場合の板の傾き方の違いを確認してください。
片足ずつの動きでは板は少ししか傾きませんが、両足動かすと一気に板が傾くようになります。板の傾きが大きくなるということはターンを小さくすることができるようになります。しかしながらバランスが取りづらくなります。片足ずつ動かす場合は板が急激に傾くことがありませんので安定感があります。その代わりターンはね、ゆったりとした大きなターンになります。どの動きが正解というわけではありません。ゆくゆくはいろいろなね、ターンにこれは必要になってくる基本動作となりますので、全部の動きを練習しておいてください。芝の上で動きを確認したらいよいよ路面で練習したいと思います。最初はゆっくりのスピードで練習していきましょう。最初の頃は大きなターンを描きながら練習していきます。そして慣れてきたらスピードを少しずつアップしながらターンの子をちっちゃくしていきます。そして慣れてきたら連続ターンに挑戦してみましょう。ちなみに連続ターンは足首の動きを交互に使えばできるようになります。それでは今回の練習を行う時の注意点をお伝えさせていただきます。まずはまっすぐにね、進めるようになっておきましょう。そして練習するときは自分でコントロールしているんだっていうね、感覚を持つようにしてください。広い綺麗な路面で練習しましょう。周囲の安全には気を配って練習しましょう。怪我の軽減のためにプロテクターをつけましょう。マナーを守ってロンスケを楽しみましょう。今回は足首を中心的にね、使ってターンをする方法をお伝えさせていただきました。ぜひ皆さんですね、これね、感覚的にできるまで練習してください。今回お伝えした方法だけでも曲がることはできますが、残念ながらね、スピードが速くなってくると安定感がありません。もっと深いターンを描いていく、そしてスピードが出た時でも安定したターンをしていくためにはもっとね、いろいろな技術が必要になってきます。それらの技術に関しては今後ね、徐々にお伝えしていきたいと思いますので、動画を楽しみにしていてください。ぜひ今年の夏はね、ロンスケ楽しみたいなと思っている方、スノーボードのお二人にロンスケを活用したいなと思っている方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画で使用したロンスケはこちら、ヘブンスケートボードね、バンブー40インチとなります。こちらね、お買い得な価格で販売されているロンスケとなりますので、これからロンスケにね、挑戦したいなと思っている方や、お買い得なロンスケを探しているお試しでロンスケをやりたいなと思っていた方にはね、おすすめのモデルとなっております。詳細を動画説明欄にリンクを貼っておきましたので、そちらからチェックよろしくお願いします。このバンブーを使ってスノーボードのオフトレできますかという質問がありました。この動画のようにバンブーでもね、カービングしっかりできます。以前紹介させていただきました鎧の樹脂や竜の方がね、もっと攻めることはできます。ただそこまで攻める予定はないよっていう方であればね、十分楽しめるかと思いますので、ぜひチェックよろしくお願いいたします。今回の動画以上となります。長い時間最後までご覧いただき本当にありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。レイトプロジェクトの滝沢健二でした。バイ。